庭しどりは、鳥類スズメメのトガである。庭しどあるいは小屋作り、アズマヤドリと呼ばれる。オセアニア区のオーストラリアとニューギニアに生息する。全長20、40センチメートル。外して地味な灰色だが、一部の種のオスは派手な色の羽根や飾り輪を持つ。森林内しソリに住み、果実、種子など食食を主食とするが、昆虫なども食べる。猫鳥族以外は、 メスだけで増殖、放乱、育数をする。大庭しどりのアベニュー型のバワー。オスは繁殖期が近づくと直径1、3メートルほどの区域から落ち葉や枯れ枝などを除いて庭しどりの名の由来となったコートにし、さらにその中に大きな小屋型の構造物、バワーを作る。なおこれは巣ではなく巣はこれとは別にメスが単独で作る。バワーには 様々な種類があるが大きくメイポールとアベニューとに分かれる。庭しどりかは伝統的にメイポールビルダー、アベニュービルダー、バワーを作らないものの3つに分けられてきた。メイポール茶色庭しどりなどは若木の周りに水平にした小枝を積み上げたメイポールを作る。メイポールの高さは最大2.5メートルに達する。メイポールの周囲は苔が円形に敷かれ。 その周囲には小枝など様々な装飾品が積まれる。アベニューマダラニワーシドリ、アオアズマヤドリなどは乾燥した草の茎を多数立てて壁状にし一体の壁で挟まれたアベニューを作る。アベニューの入り口には小石、骨、貝殻、ガラス片などが散らばって置かれる。バワーを訪れたメスは草に囲まれたアベニューの中に入る。オスはアベニューの外で 激しいディスプレイをする。草の壁はまばらなので、メスは壁を透かして、オスのディスプレイを見ることができる。下敢の系統関係は、エリクソンへ通る。ジサーハブ、庭しどりかの内部系統は、クサミュースキーへ通るによる。M はメイポールビルダー、A はアベニュービルダー。アベニュービルダーは単系統だが、メイポールビルダーは単系統ではなく、 バワーを作らないパプアニワシドリを内包している。パプアニワシドリは二次的にメイポールを作らなくなった可能性がある。ニワシドリ科全体は木登り科と姉妹群で合わせてニワシドリ浄化を形成する。ニワシドリ浄化はスズメア目の中でコトドリ浄化の次に分岐した系統である。シブリー分類ではニワシドリ浄化はコトドリ浄化に含められていたが、 系統的には分離される。国際鳥類学会議の分類では8族に10種からなる。ありがとうございます。